普段の移動をより楽しく、こんにちは、ガトモです。これは、仙台の南光台トンネル付近をゲームで再現したものです。今回の道は、未開通区間が多いため、ゲームによる再現を用いながら紹介していきます。それでは本編をどうぞ。仙台市が定める都市計画道路は、156路線、430キロにも及びます。今回は、その中でも、国道4号に次ぐ長さを誇る宮沢根の城一線を紹介します。未完成の区間も多いですが、全通すれば超重要路線になること間違いなし。その全貌を車載映像とゲームによる再現で見ていきましょう。国道4号との交差点近くからスタートです。国道側が優先なので、こちら側はうねりがすごいです。直前まで50キロ制限なのですが、そのまま進入してしまったらすっ飛んでいきそうですね。今回紹介する宮沢根の城一線は、先ほど交差した国道4号とも密接に関わっています。それは後ほどわかるので、今のところは先へ進みましょう。ここ大沢地区は、郊外型の大型商業施設や物流拠点が集まる仙台泉インターシティを有しています。その名の通り、東北道の泉インターに隣接する、特に物流業には最高の立地と言えます。買い物する側としても、車があれば訪れやすい立地ですね。その反面、交通が集中しがちで、周辺の道路がとても混雑します。なお、大沢という地名は同じ市内の青葉区にも存在するため、泉大沢という名称を使い、混同を避けることがあるようです。丘を登って赤い市街にやってきました。富谷市は2016年に町から市に移行した市としては比較的新しい自治体です。仙台近郊のベッドタウンとして、ここ赤石台などが発展したことが市政志向の原動力と考えてよいでしょう。富谷市は仙台と接する成長著しい地区に地下鉄を引き込むことを検討しているようです。これは元寺小路七北線の回でもお話しした通りですね。この辺りの赤石という地名は、征夷大将軍として東北に派遣された坂の上の田村麻呂、その子供が勉学のために寺に向かう道中、石の上で夜が明けたことから、夜が明ける石で赤石になったと言われています。この時に通っていたのが道雲寺というお寺で、通称山の寺です。今ではその通称が一体の住所表記になるほどです。道雲寺は滋賀の石山寺、山形の立石寺と並んで日本三山寺の一つに数えられます。周辺が宅地開発されても、お堂の周りは木々に囲まれており、かつての修行場としての雰囲気を味わうことができます。寺の歴史としては栄枯盛衰があり、興味があればそちらを追ってみるのも面白いかもしれませんね。さて、赤石台の端にやってきました。これは2023年の映像ですが、正面の丘の土がむき出しになっていますね。宮沢根の城一線はあの丘を突っ切ります。ここからは未完成区間にあたるため、ゲームによる再現で見ていきます。左が現在の市街地を再現したもの、右が宮沢根の城一線が整備された場合のイメージです。それでは動かして見ていきます。道はコブのようになっている丘の間をすり抜け、県道56号がある谷へ向かっていきます。ここからは推測になるのですが、県道56号には接続しないものと思います。2つの道路の間には50メートルほどの飛行差があるので、この先の区間も考えると、わざわざ接続するのは現実的ではなさそうです。谷を渡ったら鍋山を通り抜けます。ここも高低差が激しいので、トンネルですかね。鍋山を抜けたら、そこは少量の住宅街です。ここから先は道ができているので、車載映像に戻ります。ということで、地上に戻ってきました。少量側から見ても、これを切り崩すのは難儀しそうですね。それでは U ターンして、仙台都心を目指します。少量の住宅地が開発されたのは、近年に入ってから。それまでは、七北川に注ぐ小川が切れ込む山林でした。まだ仙台市ではなく泉市だった頃の1968年に、宮城県住宅供給公社による土地の買収が始まり、1983年には造成工事に着手、1985年には分譲が始まりました。県民の森に囲まれた松の木が茂る丘陵地帯というのがその由来のようですが、隣接する下流部には松森という地名が存在していることから、その山側で少量とも取れそうです。
その松森は特に戦国末期において重要な場所であったと考えられます。松森城、別名鶴ヶ城ともいう山城がこの地にありました。大崎合戦を機に伊達軍の兵力が城に常駐するようになり、そこから黒川軍へ抜ける道が整備されました。後に発生した火災大崎一揆の際には鎮圧に先ほどの道が使われた可能性が高いということです。ルートとしては松森から鍋山周辺を通って小野目に抜ける道だったとされていて、これは今見てきた宮沢根の城一線に近い経路になっています。その道があったのは400年も前の話なので、時を経て復活するかと思うと興味深いです。正面右手には運転免許センターが見えてきました。宮沢根の城一線は直進のはずですが、ここもまた未完成です。ということでまたゲーム映像で見ていきます。直進し運転免許センターの横をかすめるように進んだ宮沢根の城一線はそのまま七北田川を渡ります。河原の農地を横切って国道4号につながります。動画の冒頭でも国道4号と交差しましたが、二度も交わるのが宮沢根の城一線の重要な役割の一つです。これを地図で見てみます。これはここまで見てきた区間の地図です。こうして見ると2本は絡み合って伸びていることがわかります。左上の交差が動画のスタート地点で、右下の交差が再現部位でたどり着いたゴールですね。ここに国土交通省が出している宮城県内の主要な渋滞箇所をプロットするとこのようになります。宮沢根の城一線が完成していないので当たり前ではありますが、国道4号の渋滞の方が多いですね。完成すれば宮沢根の城一線が国道4号の強力な迂回路になりますし、同じ考えの人が多くなると宮沢根の城一線の方にも渋滞が増えるはずですが、今まで国道4号1本だけだったものを2本に分散できると混雑緩和を期待できます。というのがこの区間における宮沢根の城一線の役割です。この先の区間はまた別の役割を担うため、今度は七北田川を渡ったところから見ていきます。ということで国道4号で七北田川を渡ってきました。ここから先は宮沢根の城一線の浦田工区として2019年に開通した区間です。新しいだけあって路面の装飾も綺麗です。この区間の最大の特徴は口を開けて待っている南高台トンネルでしょう。トンネルの上部には公園があり、憩いの場として空間を有効活用しているようです。幹線道路ができると地域が分断されがちなので、こういう使い方もいいですね。費用はかさみますが。そして浦田工区の整備はここまでで、ここから先はまた未整備区間に入ります。と言っても現状の突き当たりまで道路用地は確保されているようです。左側の緑地だったり駐車場だったりがそれです。さらにしばらく進むと左折の路面表示が出てきます。この突き当たりが現時点で進める限界です。では少しだけ巻き戻して未整備区間の頭から再現で見ていきます。ここから先の計画幅員は36メートル6車線の想定になっています。とは言っても想定なので設計で変わる可能性があります。ビフォーで見るとわかりますが、南高台地区はひたすらに住宅街が続き、整備にはかなり苦労しそうです。しかし仙台市はやる気のようで、すでに予備設計の一部作業が始まっています。完成がいつになるかは分かりませんが、この辺りの様子は一変しそうですね。この先の森の辺りには大野原南小泉線が通っていて、ひとまずはそこまでの整備を目指すようです。ここですね。ここから先は与平沼公園の脇をかすめて仙台駅東口を目指します。非常に走りやすそうな道ですが、一つだけ残念な点を挙げるとすれば、道路との交差点は全て平面交差になるということです。つまり信号が設けられるため旅行速度が落ちてしまいます。それでも鉄道とは立体交差になるため仙山線との踏切はありません。再現では道路を持ち上げていますが、近くにある新石巻街道の踏切も立体交差化が検討されているため、鉄道側が高架線路になるかもしれませんね。在来線と新幹線の間をすり抜けると青葉区小田原から宮城野区小田原へ、国道45号との交差点までが未整備区間です。それではここまでを地図で確認してみます。
国道4号より南側は、まっすぐ仙台駅東口方面へ向かっています。つまり、都心と郊外を結ぶ放射状線の役割を担っているわけですね。さらに、広瀬川には、新たな橋を架けるプロジェクトが進行していて、これが完成すれば、仙台駅西口を避けて南北を移動できるまともなルートができます。仙台市内で、国道4号に次ぐ長さを誇る都市計画道路である宮沢根の城一線は、時に迂回路として、時に放射状線として、八面六臂の活躍を期待できるスーパー道路です。完成までは、まだまだ長い道のりですが、それでも期待したい道路ですね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよければ、いいねをポチッとお願いします。ここまで見てくださった皆様とは、またどこかでお会いするかもしれませんね。それでは、またお近いうちに。